ゲームコントローラーは、コンピュータゲーム用の入出力装置で、人間の操作する意志をハードウェアである、ゲーム機や、PC などに伝える役割を持つ。特に家庭用ゲーム機に代表される両手で持つタイプの、ものは、ゲームパッドと呼ばれる。ファミリーコンピュータのパッド MSX のジョイスティックの、レイウィリモコンリアルフライトのコントローラー、業務用ゲームでは筐体についた。 マイクロスイッチを利用したジョイスティックを使うことが多かった。家庭用ゲーム機ではケーブルでつなぐものが主流であるが、2006年以降では、Bluetooth によるワイヤレスコントローラが標準で用意された。携帯型ゲーム機では本体と一体となっている。1990年代半ばからアナログスティックが搭載されている標準コントローラも現れた。 標準型の他にも業務用のようなジョイスティックやボタンを備えたものなど一つのゲーム機に様々なコントローラが対応している。使用するゲームソフトによっては専用コントローラが求められるほか利用者の好みでコントローラを選ぶこともできる。任天堂から発売された任天堂 DS ではタッチパネルなどの表示機能と操作機能を合体させた操作部分を搭載する。 Wii の Wii リモコンはテレビのリモコン上の細長い棒状のコントローラを片手に持つスタイルでコントローラ自体の向きを変えたり動かしたりすることでゲームを操作する。また、Nintendo GameCube と Game Boy Advance Wii と Nintendo DS のように末置き機に接続した携帯機をコントローラとして使用することも可能である。テレビ画面とは別に プレイヤー個別の画面を表示したり、末置き機と携帯機のソフトのデータを連動させるような機能も見られる。プレイステーションムーブやキネクトのようなカメラを使った操作では拡張現実やバーチャルリアリティにも利用されている。特定ジャンル用にゲームの臨場感を高めるため、ゲーム内のキャラクターになりきったプレイが可能になる専用コントローラーが存在する。 ガンシューティングゲームでは、ガンコントローラと呼ばれる自型コントローラが、ファミリーコンピュータの時代から利用されていた。電車で、Go 専用の運転席を再現したもの、ダンスダンスレボリューション専用のマットなど、古く体感ゲームが流行した時代には、またがって操作するバイク型コントローラも登場した。ほとんどのコントローラは、方向入力機器、または位置入力機器などと、 いくつかのボタンを持つ出力装置としての機能を持つものもある画面上のシーンに応じてコントローラを振動させるあるいは乗り物の操作に対する応力を再現する機構であるフォースフィードバックがあるものが多いニンテンドー64のコントローラには拡張機器が接続可能でその一つ振動パックによる振動はプレイステーションのデュアルショックのように後の多くの ゲーム機で標準搭載されることとなった。Wii のようにスピーカーを持つものや Xbox 360のようにヘッドセットを装備し音声の入出力に対応したコントローラもある。インターフェースはケーブルとコネクタ、赤外線通信装置などがある。基本的にコントローラは個々のゲーム機企画専用で互換性がないがゲームパッドコンバータで融通できることもある。 PC 用のコントローラは2010年現在はほぼすべて USB 接続で互換性がある。Xbox Xbox 360のコントローラもコネクタの形状が違うだけで USB 接続なので多少の問題はあるが PC と互換性がある。ありがとうございます。